本当にこの売り上げでできるかって話ですよね。マウさん、はい、議員の給料っていくらなんですか？年間でボーナス含めて約2000万で、これはもうみんな一緒です。で、与党の場合は政府に入れば総理大臣はそこに上乗せされます。給料高い高いって言われるんですけれども、このお金というのは収入というか売上ですよね。だから所得じゃないんですよ。この2000万ではとても足りないんで、お金を集めてスタッフのお給料払ったり家賃払ったりしますから、そういう意味ではどこもみんな火の車だと思います。ただし中にはチキだとか、あるいは裏金としてお金をもらったりする悪い国会議員がいますから、こういう人たちは一体どれぐらいお金があるのか分かりませんけれども、実際に逮捕されている人たちもいますので、こういうことがやっぱ後尽きないんですね。国会議員の給料高い高いって言われますけど、繰り返し言いますけど、これ売上なので、本当にこの売上でできるかって話ですよね。まあ、そこは国民の皆さんにも理解してもらいたいなと思います。